最高ですよこれ。これすげえ。いただきます。こんにちは、道場です。はい、ということで今日も大分の道を流しながらいろいろなお店を紹介していきたいと思います。さて今日はですね、宮崎の延岡にある道の駅北浦というところに行ってみたいと思います。現在朝の7時でございます。九州最東端のですね鶴岬というところに行って日の出を見てきました。いやー最高でしたね。ドローンも飛ばしたんでね、ぜひそちらもご覧いただけたらなというふうに思います。で道の駅北浦はですね、先ほど宮崎というふうに言いましたがもうほとんどね、大分のすぐ近くにあるんですよ。県境ぐらいかな。まあ、鶴岬がね結構大分の南側にあるということなのでちょっと足を伸ばして、宮崎、道の駅北浦まで行ってみたいと思います。朝の7時ですからね、ちょっとゆっくり寄り道でもしながら行かないと開いておりませんよ。で北浦はですねなんかこう海岸も有名らしいんですよね。海なんかそういうのもねちょっと楽しそうなんでね、ぜひそちらも紹介できたらなと思います。さてではぼちぼち流していきましょうか。この先をですね右に曲がると佐伯市の方に行きます。でそっちの方が多分ですね時間的には早いと思います。大きい道が流れてるんで。でも早く行ってもしょうがないので今日はまっすぐまっすぐ行ってせっかくだから空の公園にでも行ってみようかな。これですね空の公園というところですがこっち上がってもいいんですけどまあおすすめはここですね。ここ空の公園文庫黒潮ラインということでここが最高なんですよ。よし覗いてみましょう。はいでは到着行ってみましょう。だいたいこう空の展望所アサギマダラの休憩所で今いる幸せの鐘ですね。この辺がやっぱ有名ですね。こっちね時期が良ければ花がね綺麗なんですけどこの幸せの鐘ここら辺からのね眺めは安定して最高です。これですねあるあるでございます。本日2回目の鐘鳴らしです。釣りパコ西ロケ地最近この佐伯はねほんと魚有名ですからね。で豊後黒潮ラインっていうのがねまあこの通りなんですけどこれも最高なんですよ。このチャンネルで 3,4 回は登場しているはずです。よしじゃあぼちぼちと北浦の方に行きますか。最高ですよこれ。ああ早起きした甲斐があった。いや本当ねこの黒潮ラインはねいいですよ。ワインディングもいいですし眺めもいい。先日ねケニーロードに行ってきましたがこの佐伯の海の絶景もね負けてませんよね。いや最高超絶壁です。調子乗ってスピード出しすぎて落ちたら100メートルぐらい落ちます。下手したら150メートルぐらい落ちます。あったぞ道の駅北浦。たっぷり2時間かけてきましたね。よっしゃい左お二輪専用ありやったラッキーちゃんですラッキーちゃんです。ういでは到着行ってみましょう。
これが道の駅ですね。で、南国だなこれ。南国リゾート。ほう。あ、いいねいいね。橋ですよ橋。お、あれは遊具ですね。宿泊施設ケビンがあります。ほう。河川プール内にはペットを持ち込まないでください。河川プール。河川プールがあるのか。まさかこれが河川プールですかね。こりゃすげえ。なんか九州一の海岸って書いてたよ。何が九州一なんだろう。いいねいいねいいね、いいですねいいですね。おお、今日は波がまあまあザバンだザバン。ほほほほ、いやー、ジャパ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 。いや、いいね。これが九州一なの？何が？何が九州一なんだろうね。よっ、ほい。そうそう。ぼちゃんしねえぜ。お、下阿蘇タウンがあります。道の駅。体操寿司コーナイン、ナインイレブン、マクロドナルド、シャットレーゼ。やべえ街見つけた。お、俺あれができるやつ、羽ができるやつ、羽ができるやつがあります。あれがねえんだよな、カメラの充電が切れちゃってんだよね。塩釜、あ、なるほど、これいけすと思ったけど塩釜なんだ。はあ、ちょっと覗いてみーちゃん。お、うわ、ほら塩だ、あれ塩、うわ、ほらあれ塩ですよ、あれキャラメル塩ソフト。あ、これ気になる、シュワポップ。へえ、炭酸を閉じ込めた世界初のコーヒーだって。わ、いろいろあるね。なんかダイビングスポットとかもある。ソフトコーラ、へえ、あ、いいね、ここら辺いいね。海、海好き集まれ。メニューチェックですよ。季節物単品とか、季節物、あ、伊勢エビ定食、お作りしないで、味噌汁と定食、刺身、天ぷら、ミックス、チキン南蛮、唐揚げ、塩サーバー、ミックス、アジフライ、ジャンボエビフライ、丼物、エビ天丼、桜エビ、しらす、サーモン、サーモン、キシロン、山豚丼、あぶねえ、海鮮丼があった、海の宝丼、桜エビシラス丼、サーモン、ブリンガエサーモン、北浦の牛、カレー、カレー、お子様メニューもありますね。単品、お刺身系です、お刺身、アヒージョ、天ぷら、鶏もも炭火焼き、松前漬け、珍しいな、南蛮、エビチリ、ごぼう、たこ焼き、サラダ、ご飯、味噌汁、あとはアルコールにチョコドリンク、飲みおかジンジャーエール、デザート、本気みたい、服もテイクアウト、テイクアウトもできるんだね。こんなもんか。この景色ですよ、めっちゃいい眺め、
最近眺めのいいとこでしか食ってねえな。よいしょ、来た。これすげえ。いただきます。どうしたもんかなこれ。醤油。うわ、甘口にするか甘口にするか悩むね。甘口だね。まずはイカかな。いただきます。うん、めちゃくちゃ新鮮。よし、お次は鯛だね。で、やべ、めっちゃ肉厚。味噌汁。ちょっとサーモン挟もうかね。安定したうまさ。これがカンパチかな。カンパチとかよね。卵、甘め。あ、これいくら贅沢やな。いただきます。うまい。エビ食べちゃいましょうかね。おいしい。朝10時半から生もの。ラストタイ。いただきます。ごちそうさまでした。うまかった。ありがとうございます。どうもごちそうさまでした。おいしかったです。いい、満足。よし、じゃあ隣の道の駅で買い物して帰るかね。まずはじゃん、月の塩。さっきの塩ですね。これは買わないといけないでしょ。で、揚げ身、すり身ですね。すり身、島浦特産ということでちょっと買ってみました。で、よいしょ、漬け込みホルモン、道の駅北浦。ここでしか売ってないんだろうか、どうなんでしょう。なんかいろいろ他にも漬け込みの鶏とかね、豚バラとか、豚バラ、豚ハラみたいなとかもありました。美味しそうでした。よし、じゃあ帰るか。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、道の駅北浦の海鮮館さんですね。海鮮丼美味しかった。やっぱりあの鯛が美味しかったですね。鯛が肉厚でね、旨味があってとても美味しい鯛でしたね。で、カンパチもあれも負けず劣らず美味しかったですね。で、あの値段でね、あのイクラの量とか、ね、海鮮の量があったら結構お得かなというふうに思います。気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。ただね、あのエビ天丼が美味しそうでしたね。っていうかこう、エビ天10本ってものすごい映えそうですけどね。まあ、あのエビ天丼食べたいので、また近くに来たら寄りたいと思います。はい、ということで本日の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。てか、まあ超どうでもいいんですけど、あのわさびめっちゃ効きます。いつもねわさび足りなくなるからわさび多めで頼んだんですけどね、あの汚い話ね、あの動画外でむせてしまいましたよ。皆さんも海鮮館で海鮮丼を食べるときはわさびに注意しておいてください。